イギリス海軍のクイーン・エリザベス級航空母艦の2番艦、プリンス・オブ・ウェールズ、アメリカへと向かう途中、わずか1日で航海停止、アメリカ東海岸における F-35 ライトニング 2B 型の運用資格の取得はまたしても延期。との情報をキャッチしまいた。今回は、このイギリス空母プリンス・オブ・ウェールズ故障を詳しく見ていきます。これで何回目しょうか。早くイギリス海軍も配備したいのではないでしょうか。イギリス海軍が保有するクイーン・エリザベス級航空母艦の2番艦であるプリンス・オブ・ウェールズは2022年8月27日にアメリカに向けて出航したものの、翌日の28日にトラブルに見舞われ航海停止中とされている。航空母艦プリンス・オブ・ウェールズは1日の航行後、近隣のワイト島に停泊して、今回発生した不具合の原因の究明に対処中であると、イギリス海軍の広報官は発表しており、航海の継続に暗雲が立ち込めている。今回、プリンス・オブ・ウェールズは、アメリカの東海岸を目標として出航していたもので、これは、同艦が艦載機とする F-35 ライトニング 2B 型の運用資格の取得を目指しての航海であり、必須の事項である。そのため、無論、1番艦のクイーン・エリザベスも、この運用資格を認定されており、現在、日本の海上自衛隊で F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする航空母艦化改修が進められている出雲、片護衛艦も、今後これを取得する予定である。現在、ワイト島への停泊を余儀なくされてしまった、プリンス・オブ・ウェールズには、物理的な損傷が発生しているとみられており、これまでの調査で、右側のプロペラシャフトに問題があるらしいことが伝えられている。このプリンス・オブ・ウェールズのプロペラシャフトの問題が、どの程度の修理を必要とするレベルであるのか、現時点では判明していないが、ドック入りする事態となれば、今回の予定は一旦キャンセルせざるを得ないだろう。今回のプリンス・オブ・ウェールズの航海は、アメリカ東海岸における F-35 ライトニング 2B 型の運用資格の取得以外にも、同国のニューヨークやカナダのハリファックス、さらにカリブ海を訪れる予定が組まれていた。これら一連の航海を通して、プリンス・オブ・ウェールズは、艦載機である F-35 ライトニング 2B 型と無人航空機の運用能力を高めることが基礎されていたため、それらのすべての予定が、現時点では不透明な状況と言わざるを得ない。こうした状況が、仮に中国海軍やロシア海軍の艦艇で発生したとするならば、西側諸国から見れば、それらの国々の品質管理に重大な問題が生じていると揶揄されることは明白で、イギリス海軍もそうした不名誉な指摘を受けかねない。さらに言えば、プリンス・オブ・ウェールズに関しては、今回のトラブルが初めてというわけではなく、今から、およそ2年ほど前の2020年10月に、機関部へ、大量の海水が流入するという、不祥事を起こしており、一層、その感を強めている。イギリス海軍では、この時の、プリンス・オブ・ウェールズの海水流入事故に際しても、当初は損害は軽微だと、強弁していた過去があり、実際には、復旧に、かなりの時間を要する事態であったにもかかわらず、正確な第一報ではなかった。実は、この時も、プリンス・オブ・ウェールズは、2021年の前半に、F-35 ライトニング 2B 型の運用資格の取得が予定されており、海水流入事故の発生によって、その行動も当然行えず、今回、ようやく、再度の挑戦を行う途上だった。そのため、今回、プリンス・オブ・ウェールズが、これを延期することになれば、トラブルの事象は異なるとはいえ、二度にわたってまたしても果たせなかったこととなり、イギリス海軍としては、大いにメンツを損なうことは、
避けられないだろう。イギリス海軍が保有するクイーンウェさて、ここで、プリンス・オブ・ウェールズの概要を振り返ってみると、基準排水量4万5千トン、満載排水量6万7669トン、全長284メートル、全幅39メートル、喫水 9.9 メートルの艦隊を持つ、中型の航空母艦である。プリンス・オブ・ウェールズは、最大出力11万馬力を発生する、通常動力型の航空母艦であり、最大速度は約26ノット、最大航続距離は18,520km ほどと見られ、この大きさにして、操艦に必要な乗組員は約680名と少ない。このことは、プリンス・オブ・ウェールズが世界でも先端を行く、精進化を実現していることの証でもあり、これ以外にも、航空機の運用に、600名強、艦隊の司令部として100名弱、作戦によっては海兵隊兵も約250名を収容可能だ。プリンス・オブ・ウェールズ・ラ・クイーン・エリザベス級航空母艦では航空機の運用方法は短距離離陸と垂直着陸にて行うストブル方式が採用されており、故に艦首部分はスキージャンプ式の勾配のついた形状が特徴となっている。プリンス・オブ・ウェールズは、艦の全長にも、ほぼ等しい277メートルに及ぶ、飛行甲板の長さを実現しており、固定翼、機と回転翼機の両用の発着スポットを5カ所、回転翼、機専用の発着スポットを1カ所備えている。右舷にセパレートに設置された、2分割のそれぞれの艦橋の後方に、減速式のエレベータ2機をプリンス・オブ・ウェールズは完備しており、ここから艦載機である F-35 ライトニング 2B 型や各種の回転翼機を運用する。プリンス・オブ・ウェールズは F-35 ライトニング 2B 型であれば36機、各種の回転翼機を12機程度搭載可能とされているが、すでに実戦配備されている1番艦のクイーン・エリザベスも、ここまでの機数の搭載は、言ってはいない。そもそも、プリンス・オブ・ウェールズを含む、クイーン・エリザベス級は、もともとは、カタパルトとアレスティング・ワイヤーを完備した、航空母艦として設計された経緯があるが、F-35 ライトニング2C 型の開発遅延から、これが変更された。そのため、飛行甲板そのものが、艦橋と逆の左舷部分に、大きく張り出す形状をしており、今後の艦載機の状況以下によっては、ここにアングルドデッキ改修によって設けることで、キャタバー方式もしくはストバー方式への変更も可能とみられる。プリンス・オブ・ウェールズでは、艦載する主力戦闘機の F-35 ライトニング 2B 型の24機を最短であれば15分で発艦させ、24分で着艦させる能力を有すると説明されてはいるが、同機の調達予定数48機は未だ不透明とも言われる。ちなみに予算削減等でこの48機の F-35 ライトニング 2B 型が削減させることになれば、出雲、片護衛艦用に、同期42機の調達を進める日本が、イギリスを抜いて、アメリカに次ぐ2番目の保有数の多さとなる可能性もあると考えられている。アメリカ、イギリス、日本以下の国で、F-35 ライトニング 2B 型の調達を行っている中にイタリアもあり、同国の航空母艦、カブールも、2021年3月に、アメリカ東海岸における同機の運用資格の取得をすでに終えている。しかし、イタリア海軍では、F-35 ライトニング 2B 型の調達予定数は、わずかに15機に過ぎない上、この調達も、1年に1機ペースと、非常に遅く、これらが揃うのは、2030年を越すとも見られており、実際の戦力化までは、まだまだ、時間を必要としている。
また、余談だが、F-35 ライトニング 2B 型に関しては、シンガポールが4機を調達、さらに、最大で、これを8機追加する可能性が浮上しており、14,000トン級の艦艇で、これを艦載機とする可能性も指摘されており、今後が注目されている。